ジパングニュースの時間です。今日は韓国の不快運動の限界について。2020年12月初旬、韓国のマスコミでユニクロ明洞中央店閉店というニュースが大々的に報道された。同店は韓国にあるユニクロ165店舗で最大規模であり、首都ソウルの中心街という特別な場所に位置する。ユニクロの韓国進出の象徴とも言える存在だったから、注目されるべきニュースであることは間違いない。しかし韓国マスコミの報道を外れていて、閉店の原因について日本製品不買運動で危機に瀕していたところ、新型コロナウイルスがとどめを刺した、つまり日本製品不買運動に大きな意味があったと力説したのだ。しかし同じ明洞にあるスウェーデンのファッションブランド H&M や数多くの韓国ブランドの支店、個人運営の食堂も今年は次々と閉店を迫られている。その点を考慮すれば、日本製品不買運動に意味があったと結論つけるのは無理筋だ。19年、日本政府が戦略物資の輸出管理を強化すると、韓国側はそれを貿易報復と受け止め猛反発した。そんな中、韓国で始まった国民的キャンペーンが日本製品不買運動だが、そもそもこれは政権支持派の市民団体組織が始め、マスコミがそれを煽ることで広まった運動であった。最初は日本ブランドの販売量が急減し、日本にプレッシャーを与えるカードの一つになるかのように見えた。しかしこれは韓国消費者の自由意志というよりも、当時の韓国社会の空気がなした結果だった。日本製品を使用する人は売国奴扱いを受け、それが有名人であれば SNS が炎上するようなケースも少なくなかった。日本製品利用者非国民という空気が韓国全体を占めていたのだ。しかし本人の選択でも意思でもない集団主義的な雰囲気によって起こった不買運動が長く続くわけもない。本人の意思とは無関係に、他からの圧力や雰囲気で宣言することになった禁酒や禁煙が失敗しがちなのと同じ道理だ。このことがよく表れている事例が、11月にユニクロが世界的ファッションデザイナーのジル・サンダー氏とのコラボ企画として発表した秋冬コレクションだ。このコレクションは日本でも話題となり旋風を巻き起こしたが、韓国でも全く同じことが起きた。韓国6店舗で販売されたジル・サンダー氏のコレクションは開店とほぼ同時に売り切れが続出した。明洞中央店には開店前から100人以上が列をなし、開店後わずか5分ほどでほとんどの商品が売り切れとなった。この光景を見て日本製品不買運動はもう忘れられたのかと呆れてみせるマスコミもあったが、根強い日本製品人気を示すのはユニクロだけではない。任天堂の世界的ベストセラー任天堂スイッチは第2四半期4から6月の販売量が前年比で2倍に伸び、そのソフトウェアであるゲーム販売量については3倍にも増加した。またソニーのプレイステーション5もインターネットショッピングモールに登場すると売り切れが続出し、現在は定価よりも 30% ほど高い価格で取引されている。供給を需要が上回った結果、プレミアムのついた価格での取引が成り立っているのだ。今このように日本製品が人気を集めているのは、日本企業が急にヒット商品を生み出したからというよりは、韓国の消費者たちが周りの目を気にしてばかりいた19年とは異なり、自分の気持ちに正直に行動しているからに過ぎない。正確に言うと、日本製品を今まで買わなかったのではなく、買うのを我慢していたのだ。だが、やはり韓国消費者たちに痩せ我慢を乗り越えさせたジル・サンダー、任天堂スイッチ、プレイステーション5は評価すべきなのかもしれない。しかし、このように日本製品が人気でよく売れているからといって、韓国がそれを不買運動の失敗だと恥じる必要も、隠す必要もないと考えている。そもそも、
周りの視線を気にして正直な気持ちを抑えていた多くの韓国人が封印を解き素直になろうとしているだけのことだからだ。人間は素直になるべきである。ニュースは以上です。よろしければ皆様の意見をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。